3.11 はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。3月11日木曜日、東日本大震災から、10年ね、経ちましたということで、まあ今日一日ね、まあ、ずっと、テレビ報道とかでね、津波の映像とかね、10年後の今とか、まあいろんなね報道がされておりましたけれども、まあ10年前、うちのねお店トリマン、どんな感じだったと、どんな感じだったかと言いますとですね、まあ、ちょうどその津波の映像というかね、本当それを、テレビでね見ながら、店、まあ営業はしてたんですけどもね、まあ本当にねこれが起こってるのかというぐらいね、本当信じられないね映像をこう唖然としてね見てた記憶がございますね。でまあその後ね、東日本 大震災後、まあ日本列島ね全部、自粛ムードになりまして、まあ今ほどねコロナ禍ほどではないですけれども、まあ全然ねお客様が、来られないようなね状況が続いておりましたね。だからもう これからねどうやって商売やっていこうかなっていう、日本は今からねこれからどうなっていくのかなっていうのはね、本当に、漠然としたというかね、まあ、不安でね、憤ってたというかですね、まあこれから本当にどうなっていくのだ いくのかなっていうのをね、思ってましたね。はい。でまさかねあの時よりねさらにひどいね状況に、まあ10年後ねなるとは思いもしなかったですけれどもね、もうあれが本当に一番悪い時なのかなっていうね感じで思ってましたけれどもね、まあ今の方がね、数倍厳しいですけれどもね、まあ結構その下関のね、知り合い関係者もねたまたま東京にいて被災されたとかね、まあ、東京の知り合いとか、まあ、先輩とか関係者とかねが、被災された方もいらっしゃいましたのでね、本当もうあれから10年なんだなという、感じですね。でまあこれからねまた、南海トラフ地震とかね、首都直下型地震っていうのがねまた来るって言われておりますからね、まあ今はコロナでね、もう大変な状況になってますけれども、まあ、世界中がですね、今度はまた、自然災害というかですね、まあ、で、また厳しい状況に、ね、なるかもしれませんからね、まあ本当に何年かおきにね、本当にびっくりするようなね、ことが、ここ20年ぐらいかな、続いておりますよね、2、30年。商売始めてからもですね、もう商売始めて翌年に2007年にね商売始めたんですけれども、翌年にリーマンショックが来てマジかっていうね始めて直後ですからね、で100年に一度の不況と言われながらですね、で100年に一度の不況みたいなのがねもう本当に 2,3 年に1回ぐらいあってましたからね、で東日本大震災があり、まあね、あの災害、各種災害もありましたけれども、そして、この度ね去年がコロナ禍で、完全に経済が止まるというね、信じられないね、事態が起こりましたけれどもね、まあ今後ねまた、そういう大きい災害がね来た時にどう、まあどう生き抜くかっていうのがね、まあ、自分の中での、まあ、自然災害だけじゃないですけどもね、まあ寿命がね終えるまで、寿命が終えるまで、何が何でもね生き抜くっていうのがね、自分の中でのね、まあ、最低限のね目標というかですね、まあ、父親がね早めに、若くしてね亡くなっていましたので、余計ね、まあ、そういう気持ちが、強いわけなんですよね。なので、まあ、どういう状況になってもとりあえずね生き残るというのを、
まあ、ゴール地点というかね、ゴール目標としておる次第ですね、今のところ。まあ、よくね、コーチングとかね、昔読んだ本とかにも書いてましたけれども、まあ、ゴール設定というのはね、高くしないと意味がないって言うんですけれどもね、今の時代はね、まあ、生き抜くっていうのも結構だね、まあ、高いゴールになってきたなっていうのをね、今商売をしながらでもですね、感じますね。まあ、自分自身のね、まあ、命、まあね、死なないっていうのはまあ当然のことなんですけれども、店をね潰さないっていうこともね含めて生き抜くっていうのはね、なかなか厳しい時代になってきたなっていうのをね、日々ね商売をしながら、感じておりますね。で、改めてね、まあ今日一日、まあそういう映像とか流れてましたから、ね、ああいうのを見るとですね、自分のね、住んでる町でね、ああいう状況になって、まあ古くはね、本当にコロナになってですね、コロナ禍になってね、まあ改めてね、しみじみ思ったのが、まあ戦中戦後のね、まあうちのじいさんばあさん世代ですよね。あのね、もう焼け野原になったね、何もない日本から、復興して、まあ商売始めてね、まあ商売をやってた人はまたね、そこからゼロから、また自分の足で立ち上がりね、何もない状況からね、まあ、闇市とかでなんか売りながらですね、生き残っていったわけなんですけれどもね、何もない状況になった時にね、また商売がね、やるぞっていうね気持ちになるかっつったらね、これなかなか厳しいなと思ってですね、まあ去年からね、まあコロナ禍でまあ食らいまくってますけれども、まあそんな中でもね、まあ何がね、その昔のね、そういう、戦後のね、じいさん世代たちよりね恵まれてるかっつったらですね、まだ全然店も残ってるし、まあ一応ね飯も食えるしね、あったかいね家もあるし、まあ揃ってるんですよね。まあインフラ関係もね全別に壊れてるわけではないですしね、まあ全てはまだ、なくなってなくて、まあただただまあそういう需要がなくなって、まあ経済が止まってるという状況なだけなんでね、まだ全てを失ったわけではないんでね、まだやりようはあったわけで、まあこれがね本当にまあ戦時中のね空襲で全部燃やされて焼け野原になってなった状態とか、まあ10年前のね、まあ東北の津波みたいな感じでですね、全てが流されて何もなくなった状況とかから一からね、またそこ同じ場所で、商売をねやるっていうのはなかなかなもんだなと思いますね。で、まだ戦後はですね、戦後はまだ若者世代の方が多かったから、まあ、人口ピラミッドで言ったらですね、若者の方が多かったから、上の世代というよりはですね、まだこうわーっと若い力でできたのかもしれないですけれどもね、今日本は、まあ少子高齢化で、まあ、平均年齢で言ったら何歳なんですかね、下関の、なんかのね、テレビがなんかでやってましたけれども、下関の、まあ、男性わかんないですけど、女性の、ね、平均年齢は50歳ぐらいって言ってたかな。なんでね、まあ多分平均年齢で言っても上の方だと思うんですけどね、日本全体で言っても、まあそんな状況なんでね、まあそこの年齢が上がっ平均年齢がね、人口の平均年齢が上がってる状況でゼロからってなるとですね、なかなかなね絶望な状況に陥るなというのをね、まあそういう数字をね見た時に、思いましたね。やっぱり、若さっていうのはね、若者っていうのはまだ生きていかないといけないし、まだ未来へね希望を託すことはできますけれどもね、もう年がいけばいくほどですね、なかなかそういう、現状になるとですね厳しくなるんだろうなと、まあそういうよしもう一回一からやろうかとね、踏ん張れる力っていうのはなくなっていくんだろうなと、思いながらね、まあそういうデータとかを見てみましたけれどもね、はい、というわけでね、まあどんなね状況になろうとも、生き抜くっていうのはね、まあ自分の中でのね、人生の目標というかですね、まあ最低限の目標でもあり、
まあ最低限でもあるし、まあ最高、まあ最大限というかね、まあわけでもないですけれどもね、うん、まあそれが、それを絶対、ね、達成するというかね、まあお迎えが来るまでね生き抜くという、どんな状況になるともね、どんだけ惨めな状況になるともね生き抜くっていうのをね、まあ人生のテーマに、しておりますのでね、まあそれだけはやっていこうと思いながらね、今もちょっとあがきながらね、まあまだね今の状況はねまだ恵まれている状況だと思いますのでね、まあまだ、逆転可能というかですね、まあ成り上がれる、余地はね全然多分に残っていると思いますので、はい、まあね、今世で、一回ね成り上がろうとは思っております。はい、なのでまあ今ね商売は、厳しい状況ですけれどもね、まあなんとか、踏ん張ってね、頑張って生き残ろうと、生き残るだけじゃなくて、ちゃんとね利益を残して生き残ろうと、はい、思ってる次第でございます。はい、まあそんな状況でね、まあ今日のねお昼は、地元のねお客様がわーっとね、買いに来てくださってですね、結構早めに売れて、まあここ、今週ねまあいいスタートというか、まあお昼はねいい状況、いい感じなんですけれども、まあ、25個ね、売り切れましたという感じだったんですけどもね、まあ、夜がね、弱いですね。まあ中盤後半ぐらいまでね暇で、そっからね二次会のお客様がわーっと来られたんですけれどもね、まあ、それで終了という感じだったんでね、まあ、結果、爆死という感じでしたね。なかなかまだね平日の夜というか、まあ、今週に入ってからですよね、2月の、ね、後半はあいけるかなという、ね、感触があったんですけれどもね、ちょっと戻ってきたかなというような、ね、感触があったんですけれども、まあ、3月に入ってからね、まあ、夜がダメですね。まあというわけでね、まあ、週末ねなんとかちょっと盛り返して、アベレージをね上げていきたいなと思っている次第でございます。はい、ご予約の方もねお待ちしております。0832321619までお願いいたします。でチャンネル登録の方もね188人となっておりますので、引き続きねチャンネル登録の方もお願いいたします。はい、終わります。